DKWNZ350。 これ呼び方が正しいかどうかは知りませんけれども、まあこのバイクですね、350ということでちょっと小さいバイクになるのかな、を作りたいと思います。でバイクってね、凝り出すと多分エッチングパーツとかもうすごくいろんなね細かいディテールが複雑にあってね大変だと思うんですけど、まあそこまではそんなに凝らないでやりたいかなと思うんですけれども、まああの細いところは細く、太いところは太く、ある程度機能性、機能的なパーツはねつけたいなという方針でやろうかなと思います。でなんか後期型と前期型が一緒になってるらしくて、ちょっとねパーツがよく似たパーツがねあったりとかしてるんですけども、よく見て作っていきますね。そんなに難しいパーツはないので、もうバラバラにしちゃいます。一回全部バラバラにして部品のちょっと概要をつかみたい感じなので、とにかくバイクってあんま作ったことがないので、ちょっとねドキドキしてるんですけど、どうしたらいいのかというのはちょっとよく分かってないのでね、あんまちっちゃいのはちょっと切らない方がいいかな。こうして、よいしょ。僕もねバイクの免許は持ってまして、バイクは好きなんですけどね。そしたら次は細かいゲートアートを取っていきたいと思います。こういうちっちゃいゴミ箱を手元に持ってきまして、この上に持ってきてニッパーでパチンとやると。でニッパーがあんまりいいニッパーが持ってませんという人はですね、デザインナイフですね、普通のカッターナイフよりもデザインナイフの方が絶対使いやすいので、それでこうちょんと落としてもらってもいいと思いますけども、プラモデルをね結構ずっとしたいと思うんであれば、そこそこいいニッパーを、買った方が、ストレスはないと思います。まあそういう工具をね整えるというか、そういうのも楽しみじゃないですか。まあ日曜大工のね基本作業部屋を作るのと変わらない楽しいことなので。そしたらこういうところにね、ここ今よく見えると思うんですけれども、パーティングラインって言ってね、金型と金型の合わせ目がチューと来てますんで、これをね取り除きます。でこういうたびたびご紹介してます木下げでね、取り除いていきます。結構細いパーツが多いんでね、気使いますね。あんまりナイフでガリガリやるより、これ今400番ですけどもね、